山根さん、こんばんは。メッセージありがとうございます。そうですね、 YouTube 活動っていうのは自分が楽しいことをするのが一番なんですけども、ビジネスを考えていくときにやらなければならないのは、誰かの問題を解決してあげることによって得られる信用とか報酬っていうものになってきます。ビジネスにしないっていう考え方ならば、本当今までのままで全然いいんですけども、そこから収益を得ようと思ったら何かの役に立っていかなければなりませんよね。特にお金を払ってまで問題を解決をしたいことに対して答えていくってことになります。例えばね、今回山根さんもちょっとお話しされてましたけども、問題が起きた時にはこういうふうに相談すればいいんだよっていう窓口が各ね、地方自治体、各市区町村にどのぐらい展開されているのかっていうことを、連絡先一覧みたいなのがあったらいいかなと思うんですよね。まあ民生っていうのもその一つだと思いますし、社会福祉協議会っていうのもあると思います。であとはね、町内会に活動することによってどういうふうに、利点が働くのかとかね、消防団にいることによってとか、そういう切り口でもいいと思いますね。それから介護士っていうのはどういう人なのかっていうこととかね、要介護度って何なのとかね、要支援ってどういうことなのとか、ヘルパー1級2級ってどういうふうに違うのってことも、こういうの発信の内容としてはすごくいいと思います。その他ですね、家庭でできる介護ですよね。介護士さんとかヘルパーさんには来てもらってないんだけども、でも家庭でこういうのはできるよねってことを発信するのもいいと思うんですよ。介護保険制度っていうのができるまでは家庭がやってましたね。特に主婦の方が介護をね、一手に押し付けられていったっていうのが正しいのかな。やっぱり任されていたっていうこともあって、結構ね、その介護の苦しさっていうのはそこに来てるんではないかなと思います。でも現在の介護っていうのは、私がね、仕事でやった限りなんですけども、全てではないにしても結構楽しいところが多いんですよね。だから介護はこういうところが楽しいよとか、こういうふうに工夫したら楽にできるよっていう、そういうふうな情報発信も山根さんからできると思うんですよ。それから介護に関する助成金ですよね。どういうふうな助成金があって、どういう人が適用されるのかってことを説明していくような動画も結構シリーズとしてできるんではないかなと思うんですよ。以上ね、駆け足でお話しましたけども、介護っていう切り口だけを取ってみてもものすごくたくさんあるんですよね。発信すること、そして発信することはたくさんあるんですけども、発信してる人がすごく少ないってことで、ぜひね、山根さんからもご連絡してみてはいかがかなと思います。あとね、テクニカル的なことを申し上げますね。動画を見ていただくときに注意しなければならないのって何点があるんですけども、一つはですね、自分の顔がカメラに向かって平行であることですよね。例えばね、こういうふうに見下ろすようになってもいけないんですよ。かといって見上げるようになってもいけないんですよね。ですんで、カメラと自分の位置が平行になっていること、そしてこの顔の位置、顔のね、バランスなんですけども、結構山根さん、こういうふうなバランスで撮られてることが多いんですよ。こういうふうな、これ結構圧迫感があるんで、私がこう撮ってるのはね、大体カメラの画面サイズの5分の1ぐらい、そして自分の人体全部バストアップって言うんですけど、胸から上が映るようにしていって、頭はね、切れないようにちょっと空間を作るような感じです。そして背景もまあちょっとこう気を使った方が、私ちょっと障子破れてますけども、ベストはこんな形で喋ることですかね。私も結構適当なんですけども、こういう風な形でね、背景がちゃんと、私のれんもね、1年間こうやって入れ替えてるわけですよ。でたまにはね、床まで映すこともありますけども、で背景ってのをまあちょっとね、気をつけてみるっていうか、背景は白一色とかができればいいんですけども、そうならない場合でも、ちょっとね、こう雑然としてるよりは、なんかこうね、すっきりした方がいいかなと思います。何話しましたっけ。もう一回話しますね。テクニカル的な動画の作り方なんですけども、見上げるとか見下げるではなくて、ちゃんとこういう風にね、カメラと平行で映っていること、バストアップであること、そして空間が空きすぎもなく、遠すぎもなく、近すぎもなく、自分の人体像が全体のカメラのね、この画面の5分の1ぐらいに収まるようにした方がいいかなと思いますよね。その他に声ですか、声がちゃんと入っていること、これは山根さん結構できてますんでいいかと思います。そのぐらいですかね。まあこういうテクニカル的なことで見やすい動画を作っていく工夫も、チャンネル登録とか再生数に非常に関わってきますんで、ちょっと注意してみたらいいんじゃないかなと思いますね。以上ですかね。まだまだお話することは結構あるんですけども、今回は以上にさせていただきます。それでは今後もよろしくお願いします。失礼します。